こんにちは。マリサだぜ。霊夢だよ。なんで、プレステ5のシステム画面なん？この時点でパソコンに録画できてるってことは、HDMI 分配器でテレビモニターとパソコンに出力できている。ほうほう。なので本体側で、HDCP を解除する必要はないんだが。まあ、儀式というか、癖みたいなもんでやっとくぜ。うぷぬし、いつも配線が面倒って言ってパソコンの画面でやるのに。今回は、娘もやるんで、テレビモニターにも出力してる。おお、娘ちゃんもやるってことは。そうや、お察しの通りだぜ。アストロプレイルームに、アップデートが入ったのね。現在、2024年8月3日の、早朝だ。やっぱり、土曜日ね。やるぞ。はいよ。クリア自体は、とっくの昔にやったんだが。今より小さい娘ちゃんがね。この時期になって、まだやるとは思わなかったぜ。確かに、そうねー。ソニーインタラクティブエンタテインメントは、プレステ5発売時からこれも予定通りなのか？どうなんだろうねー、開発者の記事でも読んだら？うぷぬしは、そんな面倒くさいことは、やらんな。娘、早く×ボタン押せ。アストロ来るぞ。来たやんけ。今日は、菊の地蔵盆よ。だから、早くやっていってこい。COVID-19、もらうなよ。浴衣姿を見せてきなさい。やっと、押す。今回は、クーリングリゾートなのね。夏っぽく、砂浜だな。最後の、さあ、エンジンをかけようってのがミソだな。ほう、エンジン。発動機ね。娘、押せ。ここから始まりな。もう、左側にファンが見えてるわよ。回転してるぜ。ちょっと左側に行け。てか、アナログステックを左に倒せ。娘ちゃん、通り過ぎてるわよ。どこ行くの？娘、もしかして、お前。あ、前も最初にやった、確認ね。ま、やる前に見ておいた方が比較になっていいかも。ここから、シークレットラボに行くんだな。娘、早く見て確認して戻るぞ。降りる。降りたら、振り返ってまっすぐ進め。ミッションルームに一直線ね。まだ、救出したスペシャルボットは2体のはずね。入出した。もう、全部見えてるけど。当たり前だが、カウントダウンの日数が減ってるな。スペシャルボットは、2体でやっぱり眠っとんな。そうね。発売日まで寝るのかしら？踊らんでええぜ、編集。そこは変わってないから、ビッても無駄だぞ。ソニーインタラクティブエンタテインメントに楽しませてもらってるし、これくらい宣伝したるか。娘、早く戻るぞ。編集。もう、出るぞ。早く、エレベーターで上がりなさい。オプションボタンで、マップ画面に戻ってもいいんだぜ。早く行け、編集。進め。CPU プラザに行くのね。さあ、今度はまっすぐクーリングリゾートに入れよ。なんたたずんどんねん、はよ入れ。娘ちゃん、進んだ。ゆっくり入るのね。娘、行け。また、入ったところで、ヒントが出るのかな？やっぱり、出た。いつもながら、あんまりヒントになっていないぜ。この、一両半は、ビッグファンビーチってだけだな。オープニング後の、エンジンの方が、ヒントになるな。このゲームで、エンジン付きってなんかあったっけ？今、飛んでたプロペラ機のエンジンくらいか？あ、今も飛んだね。でも、アストロ、飛行はできないからな。とりあえず、砂浜を目指すぜ。本当に、こんな滑り台、あったら楽しそうね。うぷ主なら、途中で海パンが脱げ、お尻が出そうだ。着水と、編集。まず、一番近くの桟橋に行くぞ。目の前のやつね。
って、桟橋の下に行く。エメラルド色の星型を踏みつける。あ、左の足元？はい、踏んだ。スーパーの、ネジみたいな音がしたわ。音を確認したら、左方向へ走れー。娘、走れー、編集。娘ちゃん、走り出した。砂浜の左側やぞ。もうちょい左だ。波打ち際に、さっきと同じ星型が。よし、踏んだな。はよ、振り返って、反対の右方向へ走れ。そうだ、そうだ。ヤシの木の下をよく見るんだぞ。今回は、走りっぱなしね。あ、ヤシの木の下に、エメラルド色が。よし、星型を踏め。次は正面の建物の左側まで走れー。蛇行線と、最短距離で行けやー。後ろから追っかけられてるわ。走れ走れ、逃げろ逃げろ。スロットル全開で、行けー。もうすぐ、建物の左側だわ。よし、ぶっちぎってるぞー。建物に沿って海に飛び込めー。入りなさい。あ、まだ星型が沈んでる？浮いてる？見て、出たー。あれは、地図？てか、こうするね。閉じ込められてるスペシャルボットは、ネットかぶってるぜ。次は建物の右側まで走れー。建物のちょうど反対側まで走らされるのね。最初にネットで、確か外国のサイトだったか？今回のミッションの名前は、グランツーリストだったろ？ああ、元ネタのゲームソフトは、グランツーリスモね。だから、アホみたいに走らされるんだろうな。あ、建物の右側に着いたわよ。そこの、青いサザエみたいなのをのけろ。あ、何かあるわ。ステアリングホイールだな。で、フランデーシ、編集。マップ画面に行くぞ。エキゾーストの音が、あ、さっきのコース図通り走る？バーチャファイターみたいに、方向聞いてコース図を走る。コマンドを見たら、アキラの技みたいに入力が難しいが。そうね、一回じゃ成功しないわ。めんどくさいんで、コマンドなんか見ずに半時計回りに。外周を走って、初代プレステのところで左に入り、一個ずつこの字型に曲がって、スピードランの宇宙船まで。戻ったら、あとはまた外周を走れば、フィニッシュだ。おのおの結んである線の上を走りそうになるけど、虫ね。そうだぜ。フィニッシュ、ミッキーレーター B です。もう一度成功ね。トロフィー、ゲット。3回目にして、やっと、ウクムシでも語れる。ゲームソフトが出たな。ウクムシ、よかったね。今までは疎外感の塊だったけど。娘、また、確認するのか？編集。そうでしょうねー。戻った。エレベーターに早く乗れ。早く行きなさい。飛んでいけー。あれ、通り過ぎるの？一直線に飛び跳ねてるなー。ああ、ガチャガチャやるんか？何か、新しい周辺機器でも発売された？どうだろう？ウクムシが知らんだけかも。あらへんやん。娘さん、ないから、もう出なさい。出たね、気が済んだか？やっぱり、ミッションルームを確認するんだろ？やっぱり、行くのね。遊んどらんと、はよ行け、編集。エレベーターまで編集してやったぜ。早く行って、確認してきなさい。入れー。入った。左手前でステアリングホイール持っとるぞ。スペシャルボット、3体になったね。今回救出したスペシャルボットは多分、いいヘルメットかぶっとんやろうな。そんなに、いいの？いい、ということは安全ということだ。丈夫だし、軽いし、快適だ。その代わり、カーボンヘルメットなんか、めっちゃ高いぞ。そうなんだ。このカラーリングは、ダサいだな。また、ゲットル、編集。スペシャルボットの後ろの、チェッカーフラッグは、
いいとして、その下の箱は何だろう？なんやろうな。おお、ヘルメットは、ダクトやスポイラーが来る装備だな。ハンスのアンカーも装備されてるぜ。うぷ主、得意分野になると語るわねー。すまん、編集。こらこら、娘、救出したボットを殴るな。まあ、娘ちゃん、やるよねー。殴ったって、相手はカーボンヘルメットだぞ。殴られても、なんともないぞ。娘ちゃん、もうええて。何事もなかったように、またステアリングホイール乗ってるわ。もう、帰ろうやー。編集。出ましょう。上、上がるぞ、編集。プレイステーションラボに戻ったぞ。あ、また最後に、トロフィーを確認するの？よっしゃー、編集。PS ボタンを押すぞ。娘ちゃん、取れてるわよ、取れてるわよ。うん、グランツーリスト、だな。もう、満足したか？まだ、見たいの？娘、お前、とことん見るんだな。まだか？また、見るんか？さっきも、見たんちゃうん？あ、この絵が見たかったのね。そうだったのか、いいけど。順番に開けとんな。納得いくまで、見なさい。娘、菊の地蔵盆、遅刻するぞ。あー、ここも確認するのね。あー、もう遅刻だ。もう、知らん、たかだか菊の地蔵盆だがな。娘ちゃん、見るねえ。アップデートの達成率、50% になったが、トロフィーって、4つで、あと1つちゃうんか？ 5 分の3達成で、あと2つだから 50%？ そういうことみたいだな。今のところ、ここまでね。そのようだな。娘も、母親に引っ張られて、菊の地蔵盆に行ったし。やっと、遅刻していったのね。母親に怒られとったわ。多分母親は、ギリギリまでゲームをやらしていた。うつ虫に、もっと怒っているんだろうな、怖いわ。怖そうね。実は一週間前にアップデートがあるか、と予測したが。なかったんで、新しい動画を途中まで作っていたんだ。あら、そうなん。それが、この週末で出そうだったんだが。アップデートがあったんで、今こっちを作っている。じゃ、これができたら、作りの再開できるね。できたら、一つ動画ストックできるやん。まあまあ、とりあえず、いつものことだが。アップデートがいきなりだったので、動画が雑になったぜ。視聴者の皆様方、申し訳ありません。じゃ、今回は終わりましょうか？はい、そうします。ご挨拶ね。それでは、最後までお付き合いしていただいた皆様方、大変お疲れ様でした。何かお気づきの点やリクエストが、ございましたらコメント欄に。もし、この動画が気に入っていただけましたら、チャンネル登録と高評価をいただけましたら幸いです。それでは皆様お忙しいところ、ご視聴いただき大変ありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。それではごきげんよう。また、ホストに終了された。